なんだドラゴンじゃんここにいんのドラゴンって言いますな。まあマリオのワールド、マリオスーパーマリオ2ワンワールドだったかなに出てるやつですね。ということで踏むとね小さくなるんですよ踏むと小さくなります。あ、来るぞ。あい、あー、くそ、難しいな。踏むと小さくなって弱体化するんで踏んじゃいましょう。はい、だいぶ小さくなりました。こうするとだいぶね攻撃が避けやすくなる。遅いな俺早いのか、ちょっと早いんだね自分は。回避行動が意識していこう。見てから、うわくそ、カロンは早いしな。ちょ、カロン難しいな個人的に。こいつ苦手だな意外と。やっぱ早いね自分、早めなんだね。もっとゆっくりでいいのにちょっと警戒しちゃうんだろうな。だからさ、もう目の前にあんじゃねえかよ。わかりやすいな。なんか実況者に優しくなりましたね。もうここにもあんじゃねえか。昔なんてさ、どうでもいい中継地点にしか2つ、なんか積み防止のところしか置いてなかったからね、これ。そう、このブロックがあるのって、以前はですね、ちょっと積み防止の感じで置いてあった感が強いんですよ。その、例えばしばらく入ると戻れないダンジョンとか。そういうところにあったんですけど、もうボンボン置いてあんな、安売りされたなお前あの望遠鏡がありまして、この望遠鏡でね豆エリア全体を覗けるよという仕様があるんですけど、よし、そう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 、ほらここは豆エリア城だね。で豆エリア全体を覗けるわけですね。星屑ヶ原国家からじゃ見えないのか。さあこれがオホホフロックですね。ほらここにあるでしょ。ここもとても珍しいオホーロックという石ドラ。勝手にオホーロック持っていく泥棒ドラ。いや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 、これはハンマーのために欲しいんですよと。でこいつがプスラノドンですね。あの山から帰ってこないと言ってたプスラノドンです。なんで帰ってこなかったんだいって話ですよね。え、村のみんなが俺のこと心配してるって。それは悪いことしたドラ。マメッコを見かけてここまで追いかけてきたら、こんなに大きな卵を見つけたらびっくりだろ。確かに卵でかいな。ほらこの卵をこうやってずっと温めてたんだよ。ちょっと足りないじゃないか、いろいろと。モスの中から何か生まれるドラ。いや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 、お、来たドラ、生まれるドラ、生まれるドラじゃねえんだよ。何が生まれるんですかね。いやいやいや、やばいって。ああ、ホホホロックが流れてった。おほどか、あそこはとんでもない卵だったドラ。あれー綺麗に2つ処理されたわ、プスラノドンと。何この卵。いやー、そういやこんなやついたわ。どんなやつだっけ。さあここの大ボス、オホホラゴン、とりあえず踏みつけましょう。確か踏みつけると顎が下がんじゃなかったかな。あれ下がんね。おお、飛ばなくていい、これ飛んでいい。待って、まだ分かってないな。こいつってなんか踏みつけるとさ下がったりしなかったかな。とりあえず行くか。 BA よいしょ、出ましょーっと。確かね HP がいくつかになると下がってくるんじゃなかったかな、顎が。とりあえず短期決戦目指しましょう。1、2、3、はい、せーの、はい、よいしょ。19だもんね。やっぱ下がったね、顎。こうすると受けやすくなる、だいぶ。オッケー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 。で、こいつの火の玉の向きは、顎の向きでわかりますね。ただ、顎がこうやって下がったらね、だいぶ避けやすくなるな。バウンドプレス、ガンガン、いこう。敵の攻撃力が高いから、本当に攻めないとダメだね、これ。短期決戦した方がいいわ、本当に。こんなにダメージも。昔より、こっちのダメージも出やすくはなってるね、ただ。欲しい将軍みたいに2みたいなことはないからね。あ、なに？どうすんだ、どうすんだ、ガード！いや、あかん、あかん！ガードしてたらあかん！
あの上に乗ったらどうなる？このおほいしみたいなのが入ったよ。なんだっけこれ、おほいは。くっそ、ヒントがない。ヒントだったらなんて書いてあったんだろう。回復しようか。おほいは、多分、ブラザーアタックで一撃でいけんじゃねえかな。でも、塩梅で、おほいは壊しとくか。また出すとは思うんだけどね。1、2、3、0、あー、よいしょ。あ、おほいわが、どうなるのこれ。あ、壊れた、壊れた。オッケー、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 オッケー。でも、顎が上がってんぞ。いて！いや、だいぶきついな、これ。え、飛ばなくていいのか、飛んでいいのか、どっちだ。いや、多分飛ばないとダメだよな。ギリギリなんだよね、多分。飛ぶタイミングが遅いか早いかの違いだと思う。顎が戻ってやがる。1、2、せー。ん？あ、お前もか。ひらめいたか。オッケー、左タック怒ってるって。いやでも結構きついって。あ、やばい、飛べルイージ、飛んでくれ。あ、危ねえ、やばい、飛ばないとダメだ。いや、やばい、ルイージ危ない。結構タイミングシビアぞ。で、これ何、モンスター2体に攻撃いきます。あ、だいぶ変わったね。そうなっちゃったんだ。まあでもそれだったら今は使う必要ないね。1、2、よいしょ。敵の攻撃やばいぞ。食らっちゃいけねえ。はい、よいしょ。あー、ごめん、食らっちゃいけねえ。一発15も食らってたらやばい、それは。でも仕留めた方がいい。もうブラザーでガンガン撃って倒していかないとダメだこれ。まだか。どうする、回復しとく、回復しとくか。3発飛んできてたもんね。ワンチャンルイージが死ぬ可能性あるね。回復しとこう。攻めたいけど。くぞ、せーの、ぴょん。あー、ごめん。マリオは大丈夫だな。はい。オッケーオッケーオッケー。分かってきた。ようやく分かってきたが。マリオはシロップ使っていい。ゴー。ルイージどうする。いや、一回ここは待ち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 、大丈夫、よける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 、大丈夫、よけるよけるよけるよけれる。待って、普通にちゃんとレベル上げしてもさ、こんな難易度すんの。いた、ごめんって。そうなんだよな、ルイージの時に自分下手るな。ルイージの時に自分がね下手すんだよね。オーケーオーケー、せーの、はい。おほほラゴンやばい。デラックスでも試してみるか、せっかくだから。A、B、B、A。A、B。で、B、A。いや、大丈夫だ。キプレイの直感を信じろ。A、B、B、A。いきます。はい。はい、A、B、B、B、A。よいしょ、素晴らしい、25。すげえ、一体に効果的。いやー、あ、なんだ、倒したら急に、おほほラゴン小さくなった。豆小路じゃん。君たちのヒゲに乾杯。あ、戻ってきたんだ。この無駄に輝く人、そうだね。さっきレインボーエンサーやってた。いやいやいや、もういい、輝くな、輝くな、いちいち。まあ、いわゆるちょっとしたアクシデントってやつかな、ベイビー。ある秘密の任務でクリジを調査してたところ、この山でゲラゲモの手下のゲラコピッツに見つかってしまって、気づいた時には時すでに遅し、あんな姿にされ石の中に閉じ込められてしまったのさ。めちゃくちゃだぞ。輝かんで、輝かんで、いちいちバーなるんだよ。怨恨殺しなんだよ、いちいち。ピーチ姫の声が盗まれたのか。ピーチ姫のことなら気にしなくても大丈夫さ。なんでってなりますよね、うん。とにかくゲラゲモの後を追うべきだね。そう、ピーチ姫の声が盗まれたから旅してるのに、ま、なぜかマメメコ王子はそんなことを気にしなくていいって言うんですよね。まあ、これは後の伏線ですね。山を降りたらマメエリア城にマメラ女王に会ってほしい。そうだね、マメエリア城に今度は向かうことになります。何？バラ、なんかバラもらった。緑の君はバナナが来るよね。
あーなるほどね。交通手形的にね。あと無駄に輝かないでくれる。ルイージさあ、無事にプスラナドンに乗って帰ってまいりました。これからどうするドラ。次に向かう場所を見つけたら大丈夫。さっきオホホストーンがあったんでね、もう流れ着いているはずです。じゃあそこに向かいましょう。さあ、オホホストーンがね、無事に滝に流れてきてたんで、さっきおめえらいいとこに来たがよ。滝の上からオホホロが降ってきたがよ。早速そのオホホロで急激なハンマー作っちゅうだよ。オホホロックならハンマー、この二人のね、あの頭にね耐え切ることができます。おお、いやいや、すげえ変化だけどな。久しぶりのハンマー作るで気合が入りまくったっちゅうがよ。気合が入りまくった2個を作っちゃう。どうやってんの、どういう経緯やったのね。さあ、このハンマーがもらえました。攻撃手段が増えたと同時に難易度も上がりますけど、とりあえずハンマーの使い方を教えるがよ。まず下画面タッチ、あ、こういう感じか。そこに増えるんだね。 A ボタンでドン。そうだね。え、あれ別にルイージもできないの。あれ、ルイージもできたじゃん。今はマリオしか使う。ルイージも叩けたじゃん。ルイージが、もう説明しますと、G ビルの時は2人ともハンマー使えるんですよ、この時点で。で、ルイージがマリオを叩くと、グニョンってなって、マリオが怒るっていうね、演出があったんですけど、そのあたりの演出全部カットされてんね、水の時に。そう、水の時もそうなんだけどさ、そのあたりの演出カットされてんのちょっと悲しいな。単純に難しいゲームになってる。こんな腕組んでるやつも、この程度のやつなら大丈夫です。今後、もっとすごい、色の硬い石とかが出てきたら、このハンマーでは壊せません。このハンマーもね、いつかね、強化するときがやってくるわけですね。じゃあ先に進んでいきましょうか。おお、ここはですね、ミニゲームが楽しめる一つ、ミステリートロッコっていうやつですね。マリオ RPG には、多分シャープ1はちょっとカットしちゃったんですけど、ミニゲームがいくつかありまして、そのうちの一つが、このミステリートロッコですね。おお、人が来るのは久しぶりじゃな。お主らがその古びたトロッコに乗っても、わしは何も言わんよ。そのレールがどこまで続くの誰も知らん。看板に書いてあったじゃん。看板に書いてあったでしょ、豆エリア上行きって。ジャンプでダイヤを集めるもよかろう。暗い道でライトを使っていらっしゃるがいい。こういう、まあ、トロッコの説明を聞きましょうか。じゃあ。よかろう。では。じゃあ、チュートリアルですね。うわー、変わったな。洞窟の中は見ての通り真っ暗じゃ。チュートリアル。この前何を見えん。そこでじゃ。ライトをつけるじゃ。A ボタンを押してみろ。はい。あ、スライドパッドで動かすんだ。あ、ルイージ見えるね。で。で、ルイージを照らす。さもないとルイージは何も見えない。ルイージはライトを持っていません。マリオしかライトを持ってないわけですね。二人はジャンプが仕事じゃないけど、ただね、すごいのはね、トロッコごとジャンプするんですね、これ。どうやってトロッコごとジャンプしてるんですかね、これって。次にダイヤをゲットする方を教えるぞと。まあ、ダイヤに触、だから簡単に言えば、このトロッコが自動で走るんで、ダイヤを取っていくミニゲームです。ハイスコアをね、狙っていきましょう。で、ジャンプして取ると。こういう感じです。ちなみにこの人ね、外すとね、なんて言ってくれるんでしょうか。さあ、スコア10以上にクリア。OK、行こう。じゃあ、まあ、これはもう全くね、HP とかに影響しない、楽しいゲームなんで。まあ、ゆっくりね、やっていきましょう。まあ、単純に。だから、二人の分を見ないといけないから、で、ルイージが、ワンチャンね、この今は揃ってるけど、ルイージがめちゃくちゃ先に行っちゃう可能性ってあるんですよ。その時、どういう操作をするかに。だから、ちょっとね、先ぐらいを照らすのがいい、ルイージの。まあ、急に何か襲ってくる可能性とかあるけどね。暗い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 、ちょっと待って、エンコ殺し。エンコが、痛い、食らっちゃった、食らっちゃった。バカしたバカした。見えない、見えない、見えない、見えない。電池ないと、もう全然見えないよ。オッケー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 。12。まあ、これは大丈夫なんで、なんか、ね、そのうちモンスターが飛んできたりするからな。それの回時の回避って意外と大変なんだよね。10以上でクリアして、先に進めますね。
わしの人生の L はここで終わりじゃが。そんな悲しいこと言わないでよ。これでマメリア城に行くわけですね。